まとめ読んで、私がされたのはドキュン返しだったのだと分かったよ。やられたのは、寒天、風呂、トイレ、シンク、畳に油をばらまいて、庭木を刈り込んで、花壇の引っこ抜いたなど。やったのは兄嫁。結局、兄嫁実家が全部保証してくれたけど、私の家に、父方祖母の遺産、私の母を引き取って暮らしてた。異父兄がリストラにあって、住居もなくなるというので、うちの離れに、バストイレ付き 2K、一時的に住まわせることになった。家賃なし、光熱費は母持ちで。当時、私は独立開業したばかりで激務だったので、母と兄嫁の間に何があったのかは、よく知らない。兄は、早く私宅を出て行くために、バイトを掛け持ちしてて、プラス就職活動で、二人の間を調整できなかったらしい。ようやく仕事が一段落ついて、それまで家事を引き受けてくれた母に、お礼をしようと思って、温泉一泊旅行に行って帰ってきたら、蒸気の状態。最初、何が起こったかわからず、母とパニックに陥ってたが、兄嫁実家から連絡があって、事情が判明。蒸気をやった後、兄嫁は実家に帰って、こんなことやってきた。と報告したそうだ。兄嫁両親、兄嫁兄がすっ飛んできて、家の惨状を見て、マジ土下座。寒天の除去を手伝ってくれて、破壊されたものの、保証を約束して帰った。異父兄弟とはいえ、私と兄は、数十年来交流もなく。兄がリストラに会った時に、兄嫁実家では、夫婦と子で地元に帰るよう勧めたらしい。給与は低いが、安定した食と、家も準備できるそうな。兄は乗り気だったが、兄嫁が、田舎は嫌だと拒否。兄が母に相談して、うちの離れなら OK と、私が許可した。兄とはいえ、数十年来なので、同じ家に住むのは抵抗があったので、いびりがあったかは不明。ここは、母と兄嫁の言うことが食い違うので、母は、兄嫁が、勝手に母屋に入ろうとしてたので叱った。庭の池の周りで、子が一人で遊んでるので、兄嫁に、ちゃんと子供を見るように叱った。と言ってる。兄嫁は、母に泥棒扱いされた。子育てに、うるさく口を出してきた。という、感覚の違いもあるだろう。結局、兄夫婦は兄嫁実家に引っ越していったんだけど、最終的に離婚になってしまった。兄は、九州の方の農家で、住み込みで働いてるらしい。